POG2025 から26社代オーナーズクラブ。えっ、ー、と、追い分けファーム提供の関西場全頭チェックということで、まあ7とですね。今回は見ていきたいと思っております。秘密基礎疾患創生ハッチでございます。ということでね、今回もね、まあこれでオーナーズも、あの JRA 所属は全部終わりでね、まあ地方場まではね、動画にする必要はまあないんで、まあ <laughs>、 今度はどこ、どこやってこうかな、まあつ。あとはね、農ン系っていうか、車大系だけれども、まあ、グリーンファームとかはね、ほぼあの、そういうクラブだから、まあ、それ以降ね、日高系のクラブをこう、一個一個見ていこうかな、みたいな。まあ、そうだね、えっ、ー、と、前に、ね、ラフィアンとかウィーンやって、まあ、ノルマンディやってとか、そんな感じで毎回ね、ねいつも通りやっていく予定でいるんですけども、まあ、どこまでやれるか、頑張っていきましょう。ってことで、早速ですね、 えと募集番号70番メダリア・ダムールの23牝馬父・大和メジャー母の父・メダリア・道路募集価格1600万円で立党・松下旧社出産時の母の年齢が17歳母出産時の祖母の年齢が15歳お母さんはアメリカの G3 勝ち馬でお兄さんのブラゾン・ダムールは、えー、と中山大障害中山グランドジャンプの2着馬。 お調査に阻まれたってところですねステーゴールド3区50調査にディープインパクト3区ブラゾンダムールが阻まれ続けたまあ50調査のねピーク期が随分長かっただけにねまあこの辺目立ちませんがまあどっちがあのー、そういうね障害とかまあダートとかそういうねところのこうプラスアルファが必,の、ね、適正が必要なのは日本のこう一軍芝の適性と にプラスアルファが必要なところではね、あのステイゴールドの方がディープインパクトより勝っているっていうようなね、そんな感じだったわけなんですけどもね。まあそんなわけでお兄さんお姉さん7といて、まあ、このブラゾンダムールの新馬勝ちを含めて、まあ平地では2勝のみというね、まあお母さんの3区成績を考えると17歳児3区かなり狙いづらい気はしますね。まあ、そして募集番号71番、サイモン・ミラベルの23、ヒンバ。 父、ハービンジャー。母の父、ダイバメジャー。えー、っと、インが踏めるね。募集価格1400万円で立党埋め出9出産時の母の年齢が9歳。母出産時の祖母の年齢が8歳。そう、そぼ、ウェルカムミレニアムは重症2着2回、3着1回ってことでね、輸入繁殖品馬ですけども。まあ、輸入されたウェルカムミレニアムも重症勝ち切れてないですし、そこからね、まあ、なかなかこう、活躍馬が出ていない品系ってことにはなってしまうんですよね。 まなのでね、こう、プッシュできる要素がちょっと少ないかな。POG でってところまではね、もちろんね、あの、このお値段ですからね、足元見てこう、なんていうか、コチコチこう、勝ち上がって走れるっていうぐらいにはね、やってくれれば、その辺、実馬を見てるね、リアルの馬主さんには、そんぐらいがいいんだろうけれども、というところでね、POG 的な魅力には欠ける気がします。まあ、そして募集番号72番、フィーリングトーンの23。 ヒンバ、ルバンスレーブ、父、ルバンスレーブ、母の父、ワイルドラッシュ。募集価格2000万円で、リッド、タケ、高収容級者。出産時の母の年齢が17歳、母出産時の祖母の年齢が8歳。お姉さん、エール・ボアは、フラワーカップの2着馬、おじ、お母さんのお兄さんに、重勝2勝、G1 で2着3回、3着1回のドリームパスポート。ドリームパスポートのね、G1 成績はほとんど2歳戦3歳戦ですから、 まあ、ここら辺なんかね、つまり評価すると、POG 向きの品系だっていうことは言える。ゴールデンサッシュの品系の中でも、まあ、地味ですけども、えっと、POG 向きの活躍場が出ている分子というふうには言えると思います。なのでね、お姉さんも期間内に重症を残しているし、ただもう、この配合だとね、ダートの品場、それも母高齢出産っていうあたり、マイナス要素がね、まあ、折り重なってはしまっているんで、 まあ、ねこの、ねあの、品系には注目ですけども、ちょっともうすでに狙いづらい気はします、まあ。そして募集番号73番。エスプリド・パリの23。ボバ父、シスキン、母の父、ハーツくらい。募集価格2400万円で、リッ小林、支給者。出産時の母の年齢が11歳。母、出産時の祖母の年齢が19歳。 祖母ファビラスラフィンは、週華賞を勝ってジャパンカップ2着ということでね、まあ、丸貝い全盛期に貧馬ながらにね、その中でもトップクラスの活躍をした、えっ、ー、と、ファビラスラフィンの孫。ファビュラスラフィン自体ね、まあ、失敗繁殖ってほどでもないというかね、まあ、そこそこね、参加成績が良かっただけにですね、まあ、お母さんはその末娘。まあ、ね、これで高齢出産のね、弊害っていうか、その辺なんですかね、まあ、 お兄さん、お姉さん5と、えっと、エスプリド・パリの3区は合計で JRA1 勝のみというあたり、まあ、結局ね、若干狙いづらいのかなという気はします。まあ、そして、募集番号74番、チャーム・ザ・ワールドの23、ボバ、父リチ、リアルシティる母の父、ロード・カナロは募集価格2000万円で、立党・石坂高一級社。 出産時の母の年齢が8歳。母出産時の祖母の年齢が13歳。おじ、お母さんのお兄さんにマイルチャンピオンシップを勝ったペルシアンナイトってことでね、お兄さんお姉さん4頭まだ勝ち馬がね、まあ、ゼロではどうしようもない。もちろんね、あの、お母さん自身がまだ若いだけにね、一発っていうのはあり得る。この ね、7歳児、8歳児、まだ結果が出ていない3区っていうのが、まあ、統計的にはね、お母さんこれぐらいの年齢でピークの3区を出しますよっていう年齢ではあるので、まあ、若干ね、期待はしたいところですけども、お母さんも未出走で終わった、まあ、故障したりね、どっか弱さはあ,、ね、あったまではあるんでね、まあ、どこまで信頼できるかと、まあ、もちろん一発あるとすれば、この年齢ぐらいの3区っていうあたりは少し念頭に置いてもいいかもしれないです。 そして、募集番号75番、サーブルクーリールの23、ボバ、父、里のダイヤモンド、母の父、でイオブザキャット、募集価格1800万円で、立東坂口智康、厩舎出産時の母の年齢が10歳、母出産時の祖母の年齢が6歳、お母さんもね、丸買いとして JRA 未勝利で終わった馬、これもね、お兄さんお姉さんまだ未勝利なんですよね。もちろん母10歳児の産区ですから、まだ若干若いですし、けどね、まあ、里のダイヤモンドも番生で結果が、 まあ、少なくとも POG 向きには伴っていかない、生きていないね、首謀場ってなってしまってますからね。まあ、これでね、里のダイヤモンド3区が、あのステイヤー首謀場の割には3歳線から動けているとかなれば少し話は変わってくるんですけどね。まあ、今年でそういう状況が変わってくるってこともなかなかないのかな、あの可能性は薄いなという気がします。まあ、そして募集番号7奥番、クイーン・カトリーンの23。 バ、品馬、父、佐渡のアラジン、母の父、アクラメーション、募集価格1400万円で、立党賞の旧社。出産時の母の年齢が12歳、母、出産時の祖母の年齢が9歳。お母さんは輸入繁殖ンバで G3 の勝ち馬。お兄さん、お姉さん5頭で、今のところ勝ち馬が2頭。で、まあ、下級条件の勝馬でというあたり、まあ、勝ち上がり率としてもね、まあ、少なくとも POG 的に特筆すべきところはないですし、 まあ母12歳児の産区でね、この状況っていうのは、下級条件勝ちまでしかないっていうのは、結果が見えてきてしまった繁殖品場というふうにね、言わざるを得ないのではなかろうかということでね、これもちょっと厳しい気がしますね。というわけでね、ちょっとまだお湯分ファームさんの提供場がね、なかなかこう、 オーナーズにまで POG 向きのね、こう、ガリガリにこう、二彩戦から走ってくれそうで、なおかつ成長力が期待できるタイプっていうのがまだ流れてきてない印象はありますが、まあ、ここもね、大きくなってきている牧場さんなんでね、今、こうの、あの、またか、あの、結果を出してきている牧場さんなんで、まあ、今後もね、チェックは続けていきたいと思います。以上、ハッチでした。